2011年、埼玉県である事件が起きました。一人の男がキムチ鍋を食べていたのですが、その中には決して入れてはいけないものが入っていたのです。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる金倉隆は長野県で育ちます。彼は学生時代、野球や柔道が好きで、スポーツに汗を流していました。そして、高校を卒業後、理容学校に進学しています。ただ、その学校は辞めてしまい、心機一転、上京することになりました。それからは、埼玉県で暮らすようになります。そんな中、隆は、外面が良かったようで、一人の女性と結婚することになりました。しかし、彼の本性は、結婚後、すぐにあらわになっていきます。何でも、定職に就くことはなく、妻に対して手を挙げていたそうなのです。さらに、生活費をまともに入れなかったため、光熱費を払うことができずに、止められたこともあったといいます。そして、隆と妻の間には、新しい命が宿りました。こうして、妻が妊娠したことで、少しは隆の素行が良くなるだろうと、妻は思っていたかもしれません。ただ、隆はお腹が大きくなっていく妻をほったらかしにしており、自宅にも帰らなくなっていきます。そのため、妻は食べるものにも困るようになり、貧血で倒れることもあったというのです。その一方で、隆はたまに帰ってきては、酒を飲み、暴れていました。その際、妻の首を圧迫しながら、次のように言い放ってきたそうです。生きてるのが嫌になったなら、俺がお前を救ってやる。救うと言っても、それは手にかけるという意味であり、妻は隆との結婚生活を地獄のようだと感じていました。その後、お腹の子供はなんとか育っていき、出産しています。ところがどっこい、子供が生まれてからも隆の素行が治ることはありません。なんと、彼は酒やギャンブルにのめり込むだけでなく、女遊びまでしていたというのです。そうしてどうしようもない男だった隆ですが、仕事に関しては妻の父親が経営する浄化槽の点検管理をする会社でお世話になることができたようです。ただこの会社を経営していた妻の父親である A さんこそが後に被害者となってしまいます。このように何とか仕事はしていた隆ですが、相変わらず浮気を繰り返しており、ついにとんでもない行動に移ります。驚くべきことに、家族で暮らすアパートに浮気相手の女性を連れ込んで、そういう関係を継続していたというのです。さらに信じられないことに、この浮気相手の女性を家族で暮らすアパートに住まわせていました。こうして異常な共同生活を送っていたわけですが、浮気相手の女性には夫がいたようです。つまりダブル不倫ということになります。しかしそんな生活が長く続くことはありませんでした。ある時、浮気相手の女性の夫がアパートに乗り込んできたのです。その時、隆の妻は浮気相手の夫に現状を相談しています。すると浮気相手の夫が、あんた、それでいいのか、と諭してくれたそうです。そこで、隆の妻は我に返ったようで離婚を決意しました。そのまま浮気相手の夫と二人で離婚届を役所に取りに行き、隆に対して離婚を突きつけたのです。このような経緯があり、なんとか離婚することはできたものの、隆の妻は結婚生活があまりに地獄だったため、精神的に病んでしまいました。そのため、離婚後は隆が子供を引き取ることになったのです。とはいえ、この男がまともに子供を育てることなどできるはずがありませんでした。最悪なことに、隆は自分の子供に対しても暴力的な本性をむき出しにして手を挙げたのです。そのため、子供は施設に預けられることになりました。こうして、元妻と子供のことを不幸にしていた隆ですが、元妻の父親である A さんが経営する会社では継続して働いていたようです。そしてある時、隆は A さんが悪事を働いていると勘違いするようになります。一体どういう経緯でそう思ったのか不明ですが、隆は A さんが不法投棄をしていると思い込むようになったというのです。このことについて隆は内部告発をしています。しかしそんな事実はなかったため、当然のように A さんは激怒しました。そして隆の胸ぐらをつかみ、なんでうちの会社をいじめるんだと怒鳴ったそうです。この行動に隆は逆上し、誰もが予想できないびっくり仰天なし後悔路を持ってしまいます。
なんと A さんのことを手にかけてやろうと決意したというのです。高志の中では A さんのことは悪だと思っており、それを正そうと考えたといいます。そしてハンマーなどの凶器を準備し、事件当日を迎えてしまいました。2011年6月14日、この日高志は A さんに対し次のように連絡しています。いらなくなったプリンターを息子さんにあげる。この話を聞いた A さんは、まさか自分が手にかけられるとは想像もしていなかったため、埼玉県所沢市にある高志のアパートを訪ねています。そして高志からプリンターを受け取り、両手で持って玄関を出ようとしました。その瞬間、高志はあろうことか A さんの後頭部めがけてハンマーを振り下ろしたのです。この突然の攻撃に A さんは振り向こうとしましたが、高志はさらに攻撃を加えています。こうして当時59歳の A さんは帰らぬ人になってしまったのです。この時高志は慢性A などと叫んだといいます。このように慢性A と叫んだのは、高志自身が自分のことを朝鮮民族だと妄想していたからでした。その後高志はちゃっかり偽装工作を行っています。なんと A さんの携帯から生きていることを装うメールを知人に送信したのです。さらには自分の携帯にも A さんから着信を残しました。そして高志は A さんの体を処理するため、あらかじめ用意していたとんでもないものを持ち出してきます。恐ろしいことに、高志が用意していたものというのがチェーンソーだったのです。この物騒な器具を使って浴室で A さんをバラバラにしています。それからバラバラになった一部を自分の車に乗せてある場所に向かいました。それは実母が暮らしている長野県の実家です。そして庭先に A さんの体の一部を埋めてしまいました。さらにはその場所にアジサイを植えたのです。高志の母親は毎日アジサイに水やりをしていたそうなのですが、まさかアジサイの下に A さんの一部が埋められているとは全く気づかなかったといいます。それから高志はその他の部位について細かくして側溝や山林、トイレなどに捨ててしまいました。また彼の中で次のような考えが浮かんできます。 A さんのことを征服したい、 A さんは社会悪の人間だから食ってやりたい、このようにヤバい思考回路を持ち合わせていた高志はキムチの素と寄せ鍋の素を購入してきます。そしてなんと主に足の部分をキムチ鍋にして食べてしまったというのです。この時高志には思いとどまるという感情は全くなかったといいます。そうしてお腹も満たしてしまいました。その一方で自宅に戻らず出勤もしてこない A さんのことをご家族が心配になっていきます。そのように周囲が心配を募らせる中、事件を起こした高志はイケシャーシャーと、 A さんは金に困り失踪したなどと嘘をついています。その後ご家族は捜索願いを提出しましたが、偽装工作もありすぐに事件が明るみになることはありませんでした。その間高志はとんでもない行動を繰り返し行っています。まず A さんが経営していた会社には彼のお兄さんも勤めていたのですが、高志はそんなお兄さんにイチャモンをつけたのです。なんと会社で特別扱いを受けているなどと不満を持ち、 A さんのお兄さんが所有する車のフロントガラスを割ったり、タイヤをパンクさせたというのです。さらに別の同僚に対して会社を立て直そうと協力を仰ぐも望み通りにいかなかったため、同僚の自宅の壁に落書きをしたりフェンスを壊したりしています。そうして迷惑行為を繰り返していた高志ですが、別件で逮捕されたことで事件が明るみになるのです。そのきっかけとなったのが子供を預けていた施設で起こした騒動でした。高志は施設に対し子供と2人で面会したいと求めていたのですが、子供がこれを拒否していたのです。子供にとって父親である高志は恐怖という対象でしかないため、2人で会うというのは絶対に嫌だったのでしょう。このような事情があり、高志が子供と面会をするときは職員も同席していました。しかし職員がいる状況でも子供は高志に拒否反応を示したそうです。この事実に激怒した高志はなんとブチ切れて湯飲みを職員に投げつけたのです。そしてお前のことを手にかける、お前にも家族がいるだろう、俺はすでに一人手にかけているから何とも思わないなどと言い放ちました。
こうして職員のことを脅迫したため逮捕されたのです。そして取り調べで A さんのことを手にかけたと自供しました。その際に高志は仕事や生活、態度などずっと不満が募っていたなどと供述しています。その後法廷に姿を見せた高志は外面がいいという習性を見せつけ、検察官には丁寧にお辞儀をしています。そして起訴内容について全てその通りですと認めています。検察側は犯行は計画的、煮込んで食べたという話は鵜呑みにはできないが、真実だとしても強い憎しみを抱いていた A さんを征服しようとしており、異常だとは言えないなどとして懲役23年を求刑しました。その一方で弁護側は適応障害のため心神耗弱状態で刑を軽くしなければならないとして懲役12年が相当と主張したのです。判決公判で裁判長は凶器を準備するなど計画的であり残虐かつ残忍で悪質な犯行として懲役22年を言い渡しました。その後高志が控訴したという情報はありません。とんでもない思考回路を持っていた男が起こした本事件。高志は逮捕当時46歳だったため、生きていれば60代で世の中に解き放たれてしまいます。果たして更生することはできるのでしょうか。被害者のご冥福をお祈りします。2004年、愛媛県である事件が起きました。将来に希望を持ち、幸せに暮らしていた少女が被害者となってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に本件の被害者となる恵子さんは愛媛県松野町に住んでいました。彼女は幼少期から礼儀正しい子供として近所でも評判のいい少女だったそうです。ご家族との仲もよく、たくさんの愛情を受けながら育っていきました。そして地元の高校を卒業した後、ファミリーレストランで働いていたそうです。事件当時、恵子さんは19歳でした。そんな彼女は心機一転、実家を出て愛媛県の松山市に移住し、働く決意を固めます。恵子さんは周囲に対して親に迷惑をかけたくない、仕事を頑張りたいと語っていたそうです。そして松山市内での就職が決まりました。それに伴いアパートを借りて生活用品を整えたのです。事件の前日には恵子さんが母親に対し、お母さんまたカラオケ行こうねと優しく話していました。そうして希望に胸を膨らませていた優しい心を持った恵子さんに最悪の悲劇が降りかかります。2004年7月19日、この日恵子さんは家族に対し、宇和島に行く、午後11時頃に戻るねと話していました。そして行ってくるけんねと笑顔で出かけたのです。恵子さんは車の免許を持っていましたが、自転車で駅まで出かけていきました。実は就職が決まり一人暮らしをすることになった恵子さんのために友人たちが送別会を開いてくれたのです。そして午後11時過ぎ、恵子さんは帰宅しようと自宅までの道のりを自転車を押しながら帰っていました。その時彼女は両親からプレゼントされていた携帯電話で友人と話していたのです。しかし電話口の友人はこの後起きる不可解な現象に遭遇します。というのも恵子さんと話している最中に突然ガチャンという音がして通話が切れてしまったそうなのです。その友人は何度もかけ直したのですが、それ以降彼女が電話に出ることはありませんでした。心配になった友人は警察に恵子さんと携帯電話で通話中に急に電話が切れて通話ができなくなったと通報しています。警察が調べたところ、恵子さんの自宅からわずか30メートルほどの場所に彼女が乗っていた自転車などが見つかったそうです。他にもサンダルやハンドバッグなどが落ちていました。さらに恵子さんのものとみられる血痕が路上に付着していたのです。そのため警察は緊急配備をかけて恵子さんの行方を探しました。そんな中、警察にある情報が舞い込んできます。それはレンタカーを乗り回している素行不良者がいるというものだったのです。この情報と現場の状況からして、素行不良者が運転しているレンタカーに恵子さんがはねられた可能性が浮上しました。
しかし自転車やサンダルなどは現場に落ちているものの、彼女本人の姿がどこにもありません。つまり恵子さんは病院で治療を受けているか、何者かに連れ去られたのかもしれないのです。一刻も早く恵子さんを探し出すために、警察は必死になって捜索を続けました。そして翌日の7月20日午前10時過ぎ、警察に一本の電話が入ります。受話器を取った署員は相手が話す内容に驚愕しました。電話口の相手は、俺を探しているのだろう、大正町の下津にいる、などと話したのです。そう、電話をかけてきた男こそが本件の犯人である宮地幸雄という39歳の男だったのです。さらにその数分後、恵子さんの行方を探していた捜査員が高知県大正町下津の林道に止まっていたレンタカーを発見しています。そして中を確認すると、残念ながらすでに絶命している恵子さんを発見したのです。犯人である宮地はこのレンタカーを放置して林道を歩き、たどり着いた民家で電話を借りて警察に連絡をしてきたそうです。その後、警察は宮地の身柄を確保しています。そしてこの男は取り調べで、昨日11時過ぎに女性にレンタカーを衝突させて山中でロープで首を絞めた、などと供述したのです。この時刻は恵子さんの携帯電話がつながらなくなった時刻とほぼ一致しています。一夜にして大切な娘を失ったご両親は次のように取材に応じました。車の免許もあったのに、今日に限って自転車で駅まで出かけた。何も悪いことをしてないのに何の恨みがあるのか。自分が産み育てた娘をこんな形で失い、本当にやりきれない。そして宮地に関して驚愕の事実が発覚します。なんとこの男は過去に同様の手口で女子高生を連れ去っており、実刑判決を受けていたというのです。さらに本件を起こすたった7日前に出所したばかりでした。つまり宮地は1週間で再犯したということになります。ここからは宮地が事件を起こすまでの経緯について見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる宮地幸雄は高知県大正町で出生します。彼は子供の頃から無口でおとなしかったそうです。そして中学を卒業した後は職業訓練校で就職のための技術を学んでいます。その後一旦は車の修理工場に就職していますが、長続きすることはありませんでした。それからは職を転々としながら生きていたようです。そんな中、成人した宮地はある犯罪に手を染めます。その犯罪というのが下着の窃盗でした。これは執行猶予がついたため刑務所に入ることはなかったようです。しかしそれから2年も経つと、わいせつ事件を起こし、今度は刑務所にぶち込まれることになりました。そして1995年に出所したのですが、すぐにまた同じような罪を犯し、2年間刑務所へと舞い戻っています。そうして宮地は1997年に再度出所してきました。しかしこの男の脳みその中には反省や更生という思想はなかったらしく、またも事件を起こすのです。1997年4月のある日、宮地は愛媛県北宇和郡の路上で自転車で帰宅中の女子高生を見つけました。恐ろしいことに、宮地はその女子高生に車をわざとぶつけたのです。そして失神した女子高生を車に乗せて8時間半も連れ回しました。この事件で逮捕された宮地は懲役7年の実刑判決を受けています。つまり3度も服役を繰り返したわけなのですが、時間は流れていき、2004年7月12日、宮地は刑務所を出所しました。3度目の正直という言葉がありますが、宮地は何度刑務所に入ろうと改心することはありません。出所して自宅に帰ったその日、部屋で寝転がっているうちに、宮地はとんでもない考えで頭がいっぱいになります。その考えというのが、女性と無理やりにでもそういう関係を結びたいというものでした。この考えを持ったまま、宮地というモンスターが一般社会に解き放たれていたのです。そして出所から4日後、宮地は入院している母親を見舞いに病院へと出向いています。その帰りに釣りの道具を買いに行き、千枚通しを購入しました。
そして出所から1週間が経った7月19日、宮地は自らの欲求を満たすために夜のお店へと出向こうと思い立ちます。しかしこの時宮地が持っていたお金は約1万円でした。1万円では満足のいくサービスを受けることができないと思った宮地は最悪の考えに至ります。なんと7年前に起こした事件と同じ方法で若い女性を襲おうと決意したというのです。この時宮地の頭の中には発覚して刑務所に戻るという考えは全くありませんでした。その後知人からレンタカーを入手した宮地はあらかじめロープなどを準備し事件を起こします。2004年7月19日午後11時過ぎ、自宅近くの路上を自転車を押して歩いていた恵子さんにレンタカーに乗った宮地が近づきます。そしてそのまま彼女にレンタカーを衝突させて車内に連れ込んだのです。当然二人に面識などありませんでした。それから宮地は現場から約30キロ離れた高知県大正町の山の中に彼女のことを連れ去っています。しかしここで意識が戻った恵子さんが騒ぎ始めました。それを見た宮地はあろうことか恵子さんの喉に釣りの道具として購入していた千枚通しを振り下ろしたのです。さらにロープを用いて彼女の首を圧迫しました。こうして何の罪もない当時19歳の恵子さんは帰らぬ人になってしまったのです。その後自ら警察に通報した宮地は取り調べでとんでもない事件を起こした、どんな重い刑でも受ける、被害者の冥福を祈りたいなどと述べたそうです。裁判で検察側は刑12年以上も施設内で矯正教育を受けながら逆に犯罪性を深めているなどと述べ無期懲役を求刑しました。その一方で弁護側は罪の重大さを認識し更生の意欲が芽生えていると寛大な判決を求めたのです。そして当の本人である宮地は最初は手にかけるつもりはなかった、反省している、凶器は事件を起こすために準備したものではないです、被害者が暴れてきたので失神させるつもりでやっただけ、同様の犯行は二度としませんなどと言い放ちました。公判の途中でも恵子さんのご家族は取材に応じており、父親はたとえ極刑でも娘は帰ってこない、ただ量刑をもっと厳しくしないとこの程度で済むのかと考える者が出てくるのではないか、裁判官は自分の娘が被害者だったらと思って判決を書いてほしいと語っています。そして判決公判で裁判長は冷酷かつ残忍な犯行で長期間服役した反省は全く生かされていない、被害者の受けた絶望や屈辱は筆舌に尽くし難い、過去の事件の手口などを複合させ深めており、同種事犯の常習性は極めて顕著であるとして検察側の求刑通り無期懲役が言い渡されました。この判決を不服とした宮地はちゃっかり控訴しています。ただ後に本人が控訴を取り下げたようで無期懲役が確定しました。犯人が出所後わずか1週間で起こした本事件、被害者となった恵子さんのご遺族は次のように語っています。せめて娘の事件をきっかけにして再犯防止制度をきちんと整備してほしい、今の制度では娘と同じ被害は防げない、被害者のご冥福をお祈りします。2018年千葉県である事件が起きました。過去に議員として活動していた男がとんでもない事件を起こします。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる小田元夢は1972年5月13日千葉県千葉市で出生します。小田は幼少期から音楽に興味を持っていました。そのため高校は音楽コースのある学校に進学したようです。そして高校を卒業すると東京都にある名門音楽大東邦学園大学に入学しました。この大学の音楽学部で様々なことを学んだ小田は大学を卒業するとバリトンオペラ歌手として活動を開始しています。それからはコンサートなどで歌声を披露していました。このように充実した人生を送っていた彼はさらなる高みを目指してイタリアへの留学を決めたようです。そして2001年
イタリアへと渡っており、2年間を過ごしました。そうして、さらに実力をつけた小田は、日本へと帰国し、歌手として単独コンサートも行っています。そのコンサートでは、イタリア語やロシア語など、11カ国語で歌を披露していました。着実にオペラ歌手としての実績を積み上げていた小田ですが、そんな彼のもとにある話が舞い込んできます。何でも衆議院議員から政治家にならないかとスカウトされたそうなのです。小田本人はこの提案に次のように考えていました。議員に立候補してもしも落ちたとしても歌手として名前が売れる。このように考えていた小田は2009年10月千葉市議選の補欠選挙に出馬しています。そこで彼は見事当選を果たしたのです。そうして小田の政治家としてのキャリアがスタートしました。彼は自分の小田元武という名前をもじって鉄道会社と同じ読み方の小田急という愛称で呼ばれていたそうです。そしてこれまでのオペラ歌手としての経歴を生かしてチャリティーコンサートに出演するなど幅広い活動をしています。そんな小田は特に問題を起こすことはなく、周囲からは人としても悪くないと評価されていたそうです。ただ、初当選から約1年後の2010年11月、小田は所属していた党を離党することになりました。なぜなら、所属していた党の考えに賛同することができなかったからです。それからは無所属になっています。そうして無所属として活動を続けていたわけですが、2期目に入っていた2013年頃から彼の様子がおかしくなっていきました。どうやら精神的に不安定な状態になっていたようで、周囲の議員も心配していたそうなのです。当時の彼を知る周囲の人物によると、疲れた様子が目立っていったといいます。もちろん小田の家族も彼の様子がおかしくなっていたことを感じ取っていました。そして病院に行くことを勧めています。しかし小田自身は自分がおかしくなっているという自覚を持ち合わせておらず、病院に出向くことはありませんでした。彼の様子がおかしくなった直接的な原因は不明ですが、政治家として活動していく中で様々なストレスを感じていたのかもしれません。そうして精神がやられていった小田は一つの事件を起こします。2013年3月19日、この日の午後4時ごろ、小田は千葉県千葉市稲毛区にある実家を訪れました。当時実家には父親と母親が2人で暮らしていたそうです。そして小田はいきなりとんでもない行動に出ました。驚くべきことに、スチール製の棒を手に取って当時66歳の父親に襲いかかったのです。この容赦ない攻撃により、父親は全治3週間の怪我を負ってしまいます。そして自宅にいた母親が警察に息子が暴れていると通報しました。しかし一通り暴れ終わった小田はすぐさま実家を立ち去ってしまったのです。その後小田と連絡が取れなくなってしまいます。ただ4日後の3月23日、小田は神奈川県横浜市中区の路上で見つかり逮捕されました。取り調べで彼は事件のことは答えたくないと話す一方で、口論になって叩いてしまったとも話しています。その後この一件については不起訴となりました。おそらく父親が被害届を取り下げたためだと思われます。とはいえ、いきなり父親に危害を加えた小田のことをそのままの話にしておくのは危険です。そして小田の精神状態を調べるため病院で診察を受けることになりました。そこで医師からは一過性の妄想性障害と診断されたのです。妄想性障害は幻覚や妄想などの症状に加え、自分自身で病気だと自覚するのが難しいと言います。このように診断された小田は一時的にですが入院することになりました。ただ千葉市議に関しては不起訴となったこともあり、辞任には至らなかったのです。そうして議員を継続した小田は2期目の任期をやり遂げました。ただ2015年4月の市議選には出馬せずに引退しています。それからの小田は沖縄県に移り住んだようです。沖縄では仕事を特にせずに貯金などを切り崩して生活を送っていたといいます。また沖縄に移住してからも千葉県に住む家族とは定期的に連絡を取っていました。
そして時折千葉県に帰郷していたようです。こうして沖縄県で落ち着いた生活を送っており、特に問題を起こすこともなく、織田の精神は回復していったと見られたのです。ところがどっこい、織田の精神は回復していたわけではありませんでした。反対に症状は悪化していたのです。父親を明確な理由もなく襲撃してから5年の月日が流れた2018年、ついに織田が動き出します。一体どういうわけなのか、織田はとんでもないことを考えていたのです。そのとんでもないことというのが、妹の一家を襲うというものでした。当然、妹一家に襲われる理由はありません。ただ、織田は何かしらの妄想に取り憑かれていたのか、妹一家をターゲットに決めています。織田の妹は、夫と二人の娘の4人家族でした。そして、妹の長女である A 子ちゃんが、後に命を奪われることになってしまうのです。A 子ちゃんは当時6歳の幼稚園児であり、明るく優しい性格をしていて、どんなことでもコツコツやる頑張り屋さんだったといいます。そんな彼女は将来ケーキ屋さんになることを夢見ていました。また運動会に向けて毎日鉄棒や逆上がりの練習に励んでいたそうです。その一方で織田は犯行当日を自分の誕生日に決めていました。彼は自分の誕生日を祝ってもらうため、妹一家に声をかけています。織田の妹は、まさか自分の兄が家族を襲うなどと思ってもみなかったため、誕生日会に同席することを了承してしまいました。こうして家族を誕生日会に呼んだ織田は、事件の1週間ほど前に自ら居酒屋を予約しています。そして事件当日を迎えてしまうのです。2018年5月13日、この日、織田は移住先の沖縄県から予約していた居酒屋に向かうため、千葉県へと移動しています。そして、妹一家4人と合流したのです。しかし、織田が持参していたカバンの中には、信じられないことに凶器となる刃物が入れられていました。そんなことを全く予想していなかった妹一家は、織田と共に午後6時40分頃に、予約していた千葉市嘆区の居酒屋に入店していきます。そうして織田の46回目の誕生日会が始まりました。そして乾杯も終わり、食事を始めていた午後7時頃に織田に異変が訪れます。なんと彼は大きなうめき声を上げたかと思うと、持参していたカバンの中から刃物を取り出したのです。それから織田は大声を出しながら隣に座っていた妹の夫に襲いかかりました。さらにテーブルを隔てて座っていた自分の妹や姪である A 子ちゃんを次々と襲撃していったのです。この時妹は1歳の次女を背中におんぶしていた状態で襲われており、次女も顔などに怪我を負ってしまいます。妹の夫は家族を守ろうと必死に抵抗するも、織田に再度攻撃を受けてしまいました。その後、一家の悲鳴を聞いた居酒屋の店員2人が個室に駆け込みます。そして居酒屋の店員は勇敢なことに刃物を持って暴れる織田を取り押さえたのです。しかしこの犯行によりまだ6歳の A 子ちゃんは帰らぬ人になってしまいました。その後、織田は駆けつけた警官によって現行犯逮捕されています。結局、A 子ちゃん以外の3人も怪我を負ってしまいました。そして織田は千葉西署から千葉地検に送検される際に不気味な行動をしたのです。なんと、集まった報道陣を見て笑みを浮かべながら捜査車両に乗り込んだというのです。この際、織田は県警が用意した頭から被るフードを拒否したといいます。その後の取り調べで織田は次のように供述したのです。家族ともともと仲が悪かった、子供の頭を撫でようとしたが嫌がられ、父親にも止められた。この供述に加え、最初から4人とも手にかけようと思っていた、カッとなってやった、無職であることを食事中にとがめられた、 A 子ちゃんに誕生日プレゼントを持っていったなどとも話したそうです。このように供述自体に一貫性はなく、彼は何らかの妄想に取り憑かれていたのだと思われます。ただ犯行に使われた刃物は織田が事前に用意していました。そのため計画性はあったと見られています。しかし織田の言動がおかしいことから、千葉地検は約3ヶ月間にわたる
精神鑑定を実施しました。その結果、小田は事件当時心神喪失の状態で刑事責任能力はなかったとされたのです。心神喪失は精神の障害により物事の善悪を識別することができず、または識別してもそれによって行動することができない状態を指します。そのため罪に問うことができないのです。こうして小田は不起訴処分となってしまいました。とはいえ、このまま小田を世の中に解き放つわけにはいきません。そのため千葉地検は心神喪失者など医療観察法に基づき適切な医療措置を求める審判を申し立てました。そして千葉地裁が小田に入院を命じたのです。元千葉市議の男が起こした本事件、現在小田がどのような治療を行っているのか、またはすでに退院しているのかなどの情報はありません。被害者のご冥福をお祈りします。2011年、石川県である事件が起きました。報道カメラマンをしていた男が起こすのですが、彼は犯行を否認しており、全く反省しなかったのです。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる和光安孝は、石川県金沢市で育ちます。彼は地元の高校を卒業後、探偵事務所で働いていたそうです。そして本件を起こす10年ほど前から地元の金沢でカメラマンをしていました。和光が働き出したのは NHK の金沢放送局だったといいます。とはいえ NHK に直接雇用されているわけではなく、委託カメラマンでした。その後一人の女性と結婚し、子宝にも恵まれています。そうして金沢市内のアパートで親子3人で暮らしており、どこにでもいるような普通の家族として見られていました。そんな中、報道カメラマンとして生計を立てる一方、クラブイベントにてビデオジョッキーもこなすようになります。ビデオジョッキーとは音楽に合わせて映像を流すことであり、多くのイベントに出入りしていたそうです。クラブの関係者は和光のことをおとなしい性格で、黙々とビデオジョッキーをしているイメージを持っていました。しかしその一方で遊び人という印象を持つ人物もいたようです。というのも、和光は飲み会の席で次のように発言していたというのです。俺、同時に5人の女と付き合ったことがあるよ。不倫は相手も本気にならないようにするのが男のマナーだ。このように女性を舐め切った発言をしており、自分の女性関係を自慢していました。そして、後に被害者となる A 子さんとは、事件から約3年前にバーベキューのパーティーで知り合ったようです。A 子さんは金沢市在住であり、彼女の両親はお店を営んでいました。そのお店の手伝いをしながら家族仲良く暮らしていたといいます。和光と A 子さんは友人関係だったそうです。そして事件の前年、和光は石川県内灘町に土地を購入しています。周囲に対しては、嫁さんのこだわりで新居に和室を作るんだ、子供ができたら家建てた方がいいよなどと話しており、マイホームを建てる計画をしていました。しかしそんな和光が A 子さんに対し怪しい話を持ちかけてきたのです。彼は次のように A 子さんに投資話をしています。アメリカのある会社が新規事業を始めるという未公開の情報を手に入れた。海外でその株式を購入する。その会社は2010年12月に入ってすぐに新規事業を始める予定だ。だから12月中には元金の2倍くらいのお金が入る。このように話してきたそうです。この話を聞いた A 子さんは和光の話をすっかり信じきってしまいました。そして彼女は両親に和光から持ちかけられた投資話の内容を伝えており、投資をするための資金を貸してほしいと頼み込んでいます。しかし周囲の人物はこの投資話を信用しておらず止めていたそうです。ただ A 子さんは次のように説得してきました。 NHK の人ならニュースもよく知っているし、経済にも強い、絶対に大丈夫。ちなみに A 子さんは和光のことを NHK のお兄ちゃんと呼んでいたそうです。このように彼女が NHK のお兄ちゃんと呼んでいたのは和光だけでした。その後 A 子さんの父親は娘からの申し出を承諾してしまいます。
そして父親は2010年11月16日から17日にかけて自らが管理する銀行口座から現金を引き出しました。その金額は合計で800万円だったそうです。内訳としては娘の A子さんに貸す分が300万円、父親自らが出資する分が500万円でした。こうして現金を引き出した父親は A 子さんに100万円を一束にしたものを8束で渡ししています。その後 A 子さんは父親から受け取った合計800万円を全て和光の口座に振り込みました。この大金を受け取った和光は11月18日に自らの携帯で現金800万円を写真撮影しています。しかし和光は受け取った800万円のうち300万円をびっくり仰天することに使ったのです。驚くべきことに彼は宝くじの購入に300万円も使ってしまったというのです。その後和光から何の連絡もなかったため A 子さんは不安になっていきます。そしてお金の返済を催促するようになりました。この状況に和光は12月中には元金が約2倍になると伝えています。このように伝えられた A 子さんは安堵したことでしょう。とはいえ12月中に元金が2倍になることはなく、お金が返ってくることはありません。そして翌年の1月19日頃に A 子さんは和光と会う約束を取り付けました。ただ和光は何かしらの理由をつけて約束をすっぽかしています。こうしてまたも不安に襲われることになった A 子さんですが、和光から次のような連絡が来ました。A 子さんの父親の取り分が1135万円になった。この話を聞いた A 子さんはまた安心したのかもしれませんが、和光は銀行の手続きが間に合わず振り込みができなかったなどと言い訳をしてお金を渡そうとしませんでした。このようになんだかんだと理由をつけて投資の取り分を A 子さんが受け取ることはできなかったのです。そして事件前日の2011年2月5日の夜、和光と A 子さんは会っています。そこで和光から現金を受け取ることになっていましたが、和光は次のように話してきました。金庫のある部屋の鍵を持っている人と連絡がつかなかった。こうしてまたも言い訳をされた A 子さんはお金を受け取ることはできませんでした。それでも彼女は和光のことを信じていたのです。しかし翌日に A 子さんは行方不明になってしまいます。2011年2月6日この日の午後6時過ぎ、 A 子さんは自宅で母親に次のように話しています。今日の午後9時に NHK のお兄ちゃんがスーパーマーケットにお金を持ってきてくれる。その後 A 子さんは自宅で夕食をとり、約束の午後9時になるのを待ちました。そして午後8時50分頃に A 子さんは和光とメールのやり取りをしています。彼女は母親に対し、お兄ちゃん着いたってと告げて車に乗り外出していきました。そして同日の午後9時半過ぎ、 A 子さんと母親は携帯で会話しています。しかしこの会話を最後に母親は A 子さんと連絡が取れなくなってしまったのです。心配になった母親は A 子さんが向かったスーパーマーケットまで出向きました。すると彼女の車が駐車場に放置されていたのです。車の中に A 子さんの姿はなく、その代わり A 子さんの財布などの持ち物が残されていました。そうして当時27歳の A 子さんは行方がわからなくなってしまったのです。こうした状況から不可解に感じたご家族は警察に捜索願いを提出しています。また翌日の2月7日に A 子さんの両親は NHK 金沢放送局を訪ねました。そして和光と面会しています。その際に和光は昨夜は自宅にいたなどと話したそうです。 A 子さんの父親は和光に対し投資話について尋ねました。すると和光は、僕は株をしませんなどと答えたと言います。父親は株とは一言も言っていなかったため違和感を覚えたそうです。その一方で警察は和光が A 子さんの行方を知っているものだとして事情聴取をしています。しかし彼は知らないと白を切ろうとしました。ただ事情聴取を受けた後の2月18日、和光はとんでもない行動に移ります。なんと自宅で自分の後頭部に刃物を突き立て、自らの人生に終止符を打とうとしたのです。意識不明となった和光は病院に搬送され入院しています。
そんな中、警察が和光の車を調べたところ、大量の血痕が発見され、それが A 子さんのものだと判明しました。また、和光が勤務していた NHK 金沢放送局内にあった彼のベストにも A 子さんの血痕が付着していたのです。さらに、和光は A 子さんとのメールのやり取りや、昨年に撮影していた800万円の札束の写真を削除していました。そして、和光の自宅のパソコンには、恐ろしい検索履歴が残っていることも判明します。なんと、A 子さんが行方不明になった翌日である2月7日の深夜に、血の匂い、消す、海岸、白骨、殺人、懲役、遺体なき殺人、などと検索していたというのです。また、遺体がなければ、殺人罪で起訴できないなどと記された、ホームページの閲覧履歴も残されていました。そして警察は和光の車の中から海岸の砂が見つかったため、石川県内灘町の砂浜を捜索しています。その結果、海岸に埋められていた A 子さんを発見したのです。彼女は首のあたりに刃物で攻撃を受けており、亡くなっていました。その後の2月28日、和光の容体が回復したため逮捕したのです。ただ和光は取り調べで事件への関与を否定し続けました。彼は A 子さんとは数ヶ月前から会っていないなどと話し、車の中から見つかった血痕については知らないと主張しています。ちなみに和光の口座からは現金がほとんどなくなっており、株や為替取引で運用した形跡もなかったそうです。その後、起訴された和光は初公判で、この事件は全て事実ではありません、私は何もしていませんと起訴内容を否認しています。こうして和光が犯行を完全否認したため、検察側と弁護側が真っ向から争う形となりました。検察側は、和光は A 子さんから投資名目で800万円を預かり、約300万円を宝くじなどに使っていた、金の返済を免れるために犯行に及んだと主張しています。その一方で弁護側は、800万円は A 子さんから受け取った金ではない、300万円は自分のもので、残り500万円は A 子さんから紹介された男から預かった、事件当日の2月6日の夜は A 子さんとは会っておらず、その男らと会っていた、事件に巻き込まれただけで和光は無罪だと主張しました。法廷には和光の元妻も出廷しており、和光は犯人ではないと和光のことをかばっています。ところがどっこい、証人として出廷した別の女性は、和光から A 子さんのふりをして職場に電話してほしいと言われ、偽装工作を頼まれたと証言しました。最終的に検察側は、和光は妻に口裏合わせを依頼しており、知人女性には偽装工作を依頼している、事件当夜に男らに会っていたとする被告の説明はおとぎ話のようで存在しない、あらゆる人に責任を転嫁し、反省の態度が全く見られないとして、無期懲役を求刑しています。そして弁護側は、和光が一人で実行するには時間も足りない、立証は不十分として無罪を主張しました。最終意見陳述で和光は、できるだけの説明はした、よろしくお願いします、などと述べています。判決公判で裁判長は、和光の車内から A 子さんの DNA 型と一致する血痕が見つかったことや、 A 子さんが事件当日に和光に会いに行くと告げて外出したことなどから、和光が犯人であると指摘しました。そして一貫して犯行を否認し、反省の態度は全く見られないとして、求刑通りの無期懲役を言い渡したのです。この判決を不服とした和光はちゃっかり控訴しています。しかし、控訴は棄却され、上告するも退けられたため、和光の無期懲役が確定しました。その後、和光は DNA の鑑定結果などに関する捜査書類は偽造されたものだと主張し、再審請求をしていますが、金沢地裁は再審を認めない決定を下しています。さらに、A 子さんの遺族が慰謝料など契約9200万円の損害賠償を求めて訴訟を起こしました。この訴訟でも、和光が犯人であることは合理的に推認できると判断され、金沢地裁は和光に対し契約7470万円の支払いを命じたのです。一人のカメラマンが起こした本事件。和光は取材する立場から一転、カメラを向けられる立場となってしまいました。被害者のご冥福をお祈りします。
2006年、東京都である事件が起きました。信じられない思考回路を持ち合わせていた男が、勝手に作った合鍵を使い、犯行に及びます。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる那須野誠は、福岡県で出生します。彼は、サッカーやラグビーの強豪校として知られる、東福岡高等学校を卒業しました。そして、大学は、東京の青山学院大学、理工学部に進学しています。また、上京するタイミングで、世田谷区のアパートで、一人暮らしも開始したようです。那須野のアパートのお世話をした、不動産会社の女性によると、彼は、言葉遣いが丁寧で、好青年という印象だったといいます。大学では、クラフトスキー愛好会に、所属をしており、一般的な学生生活を送っていました。ただ、そのうちに、やりたいことを見つけたいと言って、大学を、中退してしまいます。その後、パチンコ店や飲食店などでフリーターとして働いていました。この頃、那須野は公認会計士を目指していたらしく、資格取得のために勉強を頑張っていたそうです。ここまでの生い立ちを見ると、特段変わったところはないように思いますが、この男はとんでもない思考回路の持ち主でした。那須野の本性は、事件を起こす少し前に働き始めた居酒屋で徐々にあらわになっていきます。2006年10月、東京都新宿区、西新宿にある居酒屋でアルバイトを開始しました。この居酒屋は新しくオープンする予定のチェーン店だったこともあり、オープニングの従業員として入社しています。居酒屋の同僚は、那須野のことをプライドが高く、幼稚なところがあるという印象を持っていました。そして、お店のオープンまで研修を受けています。この研修で同時期に採用された一人の女性と知り合ったのです。その女性こそが本件の被害者となる S さんでした。彼女は青森県出身で、近所の男性によると笑顔で挨拶をしてくれるとてもいい子だったといいます。物静かで親しみやすい性格の S さんはいつもニコニコしており、歌が上手でした。そんな彼女はおしゃれにも関心があり、可愛らしい洋服が好きだったそうです。そして地元の高校を卒業した彼女は一つの夢を抱いて青森県から上京してきたのです。その夢というのが美容師であり、専門学校に進学しています。上京してからも年末年始は地元に帰省しており、クリスマスを開いた時には手作りのクッキーを焼いて持参していました。そしていずれは故郷に戻ってメイクの仕事をしたいと友人に語っていたそうです。そうしてとても素敵な夢を持ち頑張っていた彼女ですが、たまたま働き出した居酒屋で那須野という恐ろしい怪物と知り合ってしまったのです。那須野は彼女に好意を持ったようで、メールアドレスの交換をしています。それから那須野はしつこく S さんにメールを送り続けました。不気味なことに S さんからの返信があまりないのにもかかわらず、60通ものメールを送信しています。当然ながら S さんは那須野に興味を持っておらず、ただの同僚として見ていたため、メールをもらっても迷惑に感じていたことでしょう。ところがどっこい、那須野は空気を察することが全くできずにメールを送り続けました。この迷惑メールに嫌気がさしていた S さんは友人に対し、那須野のメールが迷惑だと相談しています。こうして相談を受けた友人は、彼氏がいると言って断ればとアドバイスをしたそうです。ただこの時 S さんには交際相手はいませんでした。誠実な彼女はアドバイスをくれた友人に嘘はつけないと答えていたといいます。そんな中、空気を読めない那須野は食事に行こうとメールを送ってきたのです。那須野に全く気がない S さんは、さすがに二人で食事に行くのは嫌だと思ったのか、きっぱり断っています。すると那須野は次のように考えました。振られた、もうダメだ、こうなったら無理やりにでも S さんと関係を持ちたい。恐ろしいことに、はっきりと拒絶されているのにもかかわらず、那須野は S さんとそういう関係に及びたいという不気味すぎる思考回路を持ってしまったというのです。ここから那須野はさらに気味の悪い行動を開始します。なんと S さんのことを頻繁に尾行するようになったのです。その尾行により、那須野は S さんの自宅アパートを特定しました。
走行している間に居酒屋の研修期間が終わり、2006年12月の中旬にオープンしています。ナスノは料理の担当をしていたようで、 S さんはホールで接客をしていました。しかしこの居酒屋にはとんでもないセキュリティの甘さがあったのです。驚くべきことに、従業員の更衣室が男女兼用の時期が数日間あったというのです。さらにテレビのニュースで報道された映像を見ると、従業員の個人ロッカーなどもまともに用意されていませんでした。つまり更衣室の中に従業員の私服やカバンなどがそのまま置かれていたということになります。オープンしたばかりとはいえ、従業員の荷物が乱雑に置かれている状態は危機管理があまりになさすぎました。このセキュリティの甘さを利用して、ナスノはびっくり仰天な悪事を思いつきます。なんと S さんの自宅アパートの鍵を盗んで勝手に合鍵を作ろうと考え出したというのです。このようにヤバい考えを持ってしまったナスノは、アルバイトの休憩時間を利用して早速行動に移ります。とはいえ、更衣室にある従業員の私服やカバンの中で一体どれが S さんのものなのか明確には分かりませんでした。そこでナスノは女性用のコートやカバンから手当たり次第に女性従業員の鍵を盗んでいき、合鍵を作成したのです。そしてあらかじめ把握していた S さんの自宅アパートまで赴き、不正に作成した合鍵を試しました。しかし1回目は鍵が開かずに失敗してしまいます。そして2回目も失敗してしまいました。ただ3回目に作った合鍵で成功したのです。その後、ナスノは目出し帽やビニール紐、睡眠薬やワインなどを用意するなど、計画的に準備を進めていき、犯行当日を迎えます。2006年12月28日、ナスノはあらかじめシフトを確認しており、S さんの出勤日を調べていました。そのため、彼女が自宅にいないことを分かった上で、合鍵を使い、侵入しています。そして S さんが帰宅した際に部屋の電気をつけられないようにするため、わざわざ蛍光灯を外しました。さらに持参した覆面をかぶり、部屋の中で息を潜めたのです。その一方で、仕事を終えた S さんは午前5時頃に勤務先の居酒屋から帰宅しています。まさか自分の部屋にナスノというモンスターが潜んでいることなど知る由もない S さんが玄関の扉を開け放ちました。彼女は用心のためか、玄関の扉にドアチェーンをかけています。そして部屋の中に入っていった S さんにナスノは襲いかかったのです。もちろん彼女は抵抗し、必死に玄関まで逃げたのですが、ドアチェーンをかけていたためもたついてしまいました。その後、ナスノは自分の手や用意していたビニール紐を使って、あろうことか S さんの首を圧迫したのです。その行為は7回から8回も断続的に行っており、そのうちに当時22歳の S さんは帰らぬ人になってしまいました。この事実に気づかないまま、ナスノは自身の欲求を満たしています。さらに彼女の写真を撮影し、警察に行ったらネットで日本中にバラすなどと脅迫メールを送りつけたのです。その後、 S さんに息がないことに気づいたナスノは、彼女の体を洗い流して証拠の隠滅を図りました。そして S さんの携帯を操作して自分の携帯に電話をかけて偽装工作までしています。それからナスノは逃走するのですが、逃げている際にある事実に気づきました。それは犯行中に手袋をはめていなかったため、指紋が残っているということです。そこでナスノはさらなる恐ろしい犯行を思いつきます。なんと彼女のアパートに戻り、部屋に放火して証拠を焼き払おうと思いついたというのです。このように考えたナスノは午後2時頃にアパートに戻り、室内にあった雑誌や衣類をばらまきました。そしてガスコンロで毛布が燃えることを確認しています。しかしすぐに火をつけることはありませんでした。ナスノは道路が混み合うラッシュアワーを狙って朝に火をつければ渋滞で消防車もすぐに来ることができないと思い、翌日の朝に放火しようと考えたのです。その後食用油を購入し、朝になるのを待ちました。そんな中、 S さんの姉が妹と連絡が取れないことを不審に思っています。そして同日の午後6時頃に
アパートを訪ねました。すると玄関が施錠されていたため、大家の立ち会いで鍵を開けてもらったのです。そこで変わり果てた姿の妹を発見し、通報しています。現場の状況から本件が事件だと断定した警察は捜査本部を設置し、捜査を開始しました。室内は荒らされた形跡があったものの、現金が入った財布や携帯電話は残されたままだったそうです。そして S さんの携帯の履歴を確認すると、那須野に電話をかけた履歴があり、容疑者を割り出す決め手になりました。こうして翌日の12月29日には那須野のことを逮捕し、豚箱行きになったのです。那須野は取り調べで好みのタイプだったなどと供述していますが、反省する様子は全くなく、淡々と話したといいます。そして翌日の12月30日、護送用のワゴン車の中で窓の外に知人を見つけると、ニヤニヤと嬉しそうに笑顔を見せつけました。警視庁幹部はメディアの取材に対し、本人には反省のかけらもないと答えたといいます。その後の初公判で那須野は S さんを手にかけるつもりはありませんでしたと述べており、起訴事実の一部を否認しました。判決公判で裁判長は、本件は周到に計画された犯行で残忍である、何の落ち度もない被害者の生命を奪った結果は重大であり、自己中心的な姿勢に終始して回春の情を汲み取れない、完全に証拠を消すために火をつけて部屋を燃やす準備をするなど、被害者を悼む気持ちは微塵も感じられないと述べ、無期懲役を言い渡しました。その後那須野が控訴したという情報はありません。勝手に作った合鍵で部屋に侵入し、同僚の女性を手にかけた本事件。那須野の父親はインタビューで次のように答えたそうです。息子はもう社会人だから、自分の責任は自分で取りますよ。被害者のご冥福をお祈りします。2007年、鹿児島県である事件が起きました。一組の夫婦が行方不明になったことで事件が動き出します。詳細を見ていきましょう。2007年11月30日、この日一人の女性が鹿児島西署を訪れました。どうやらこの女性は親戚の葬儀に出席していたそうなのですが、弟さん夫婦が姿を見せなかったというのです。また連絡もつかなかったため、これはおかしいということで、しばらく弟夫婦を見ないと言って行方不明届を提出しました。行方がわからなくなったのは、鹿児島市犬雑魚町に住んでいた当時55歳の A さんと、その妻である当時54歳の B 子さんです。夫の A さんは行方不明当時無職だったのですが、妻の B 子さんはパート勤務をしています。ただ B 子さんは11月17日の朝に弁当工場を退社してから出勤しておらず、無断欠勤をしていたことが判明しました。夫婦が暮らす自宅には当時26歳の次男も同居していたため、警察は次男に事情を聞いています。すると次男は、2人は市外の祖母の家に見舞いにでも行っていると思っていたと話したそうです。そして次男は自分からあちこちに電話をかけて両親の行方を探したのだと言います。自分の両親が行方不明になったわけですから、手がかりがないかと思い当たるところに電話をかけるのはごく自然な行動だと思われます。しかしこの行動を不審に思っていた人物がいました。それは親戚の男性です。なぜなら次男は普段自分から動こうとしないタイプだったからです。そのため親戚の男性は次男があちこちに電話をかける姿を見て不自然だなと思ったといいます。そんな中、警察は A さん夫婦の家の鑑識作業を行いました。するととんでもない事実が判明します。なんと自宅の寝室や軒下のコンクリート、 A さんの軽トラックから血痕が検出されたというのです。さらに不可解なことに、なぜか寝室の畳6枚が全て剥がされていました。この畳を剥がした後の床下からも血痕が見つかったそうです。また不可解なことに、自宅の裏庭からは畳の一部が焼け焦げた状態で見つかりました。その後の DNA 鑑定で、自宅で見つかった血痕が行方不明になっている A さんと B 子さんのものだと判明します。
これは大変な事態だということで、鹿児島県警は鹿児島西署に捜査本部を設置し、180人体制で本格的に捜査に乗り出しました。明らかに事件性があったため、12月2日メディアも大々的に報道を開始したのです。しかし報道が開始されたこの日、事件は急展開を迎えます。驚くべきことに、 A さん夫婦と同居していた次男が両親のことを自宅の裏庭に埋めたと供述しだしたというのです。そのため警察は次男の五反田周太を緊急逮捕しました。周太は取り調べで、両親に不満があった、隠すために埋めた、取り返しのつかないことをしてしまったなどと話したといいます。その後周太は両親を手にかけたことも認めており、再逮捕されました。そして周太の話した通り、自宅の裏庭を捜索したところ、 A さんと B 子さんが埋められているのが発見されたのです。2人は縦約 2.4 メートル、横約 1.2 メートル、深さ約1メートルの穴に並んで横たわっていたそうです。変わり果てた状態の2人が見つかった際、立ち会っていた周太は涙を流したといいます。一体なぜ両親を手にかけたばかりか、自宅の裏庭に埋めてしまったのか、ここからは事件に至るまでの経緯を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる五反田周太は、 A さんと B 子さんのもと次男として出生します。周太には兄がおり、4人家族だったそうです。五反田家を知る親戚によると、一家は仲が良く、トラブルなども聞いたことがなかったといいます。そんな家庭で成長していく周太は、無口で普通の子という印象を持たれていました。実際周太の幼馴染によると、中学生時代の周太は特に目立つわけでも、おとなしいわけでもなく、普通だったそうです。つまり全くもって、とにかく普通の人間だと思われていました。そうして特に変わった生い立ちもなく、高校を卒業した周太は鹿児島県霧島市内にある大手メーカーの工場に就職しています。この時周太には交際している女性がいたそうです。また周太の兄は県外に出ていたため、両親と周太の3人で暮らしていました。しかしある時周太が病気で入院してしまいます。そして勤めていた会社を退職してしまったそうです。会社を辞めたわけですから、当然収入もなくなってしまいます。とはいえ周太は彼女との交際費をケチることなく、飲食代などに使っていきました。そのためどんどんお金はなくなっていきます。さらに周太にはある一つの趣味があったのです。その趣味というのがパチンコでした。彼は仕事を辞めたのにもかかわらず、パチンコなどの遊興費や彼女との交際費などにお金を使いまくっていたのです。そして気づいた時には恐ろしいものに手を出していました。なんと遊ぶ金を捻出するために、消費者金融や知人から借金までしていたというのです。その後周太は警備員のアルバイトを始めています。しかしすでに周太が抱える借金の金額はとんでもない額になっていたのです。驚くべきことに、その金額というのが300万円にまで膨らんでいたそうなのです。当然返済をしなければなりませんが、警備員のアルバイトだけでは賄うことができずに、返済が滞っていきました。そんな時母親の B 子さんが次のように叱責してきたのです。彼女と遊んでいるからお金がない、二度と会わないように。これはたびたび言われていたようで、周太は母親の B 子さんに不満を貯めていきました。そして父親の A さんも周太が定職に就かないと心配しており、悩んでいたそうです。ところがどっこい、五反田家はもう一つ重大な問題を抱えていたのです。なんと父親の A さんもパチンコが好きであり、数百万円の借金をしていたというのです。さらに A さんは事件が起きる10ヶ月前に仕事を辞めており、無職の状態でした。そんな父親の姿を見て、周太は次のように思っていたのです。父親は借金があるのに仕事をせず、やる気のない生き方をしている。こうして父親にも反感を持っていた周太ですが、母親からは毎日のように金遣いが荒いと小言を言われており、強い憎しみを持つようになります。そんな中、事件前日の夜から滞っていた自動車税の支払いを母親に何度も催促されています。
さらにこの時父親の借金で自宅を差し押さえられてしまっていました。そのため秀太は家に住めなくなるとも考えており、自暴自棄になっていたのです。事件当日となる2007年11月19日、この日、秀太は給料の前借りをしています。そして、前借りした給料をパチンコなどに使ってしまいました。彼は借金をしている状態なのにもかかわらず、遊びたいという欲求を抑えきれずにいたのです。その帰り道、秀太は次のように考えたそうです。帰宅すれば母からお金がないのをまた彼女のせいにされる。父も仕事もしないでだらしない生活をしている。そんな父を見るのが嫌だ。このように考えた秀太は、一体どういうわけなのか両親を手にかけようと決意してしまうのです。自宅に着いた秀太は午前1時頃に寝室で眠っていた父親の A さんと母親の B 子さんに近づいていきます。秀太の手には自宅にあった長さ約115センチの木刀が握られていました。そして母親、次に父親の順番に木刀で襲いかかったのです。その後は交互に数回、あろうことか両親の顔面めがけて木刀を振り下ろし続けました。こうして A さんと B 子さんは絶命してしまったのです。その後、秀太は凶器として使用した木刀を自宅から約5キロ離れた山に捨てに行きました。それからの3日間、冷たくなった両親を自宅に放置しつつ、どのように処分しようか考えていたといいます。そのうちに匂いが気になるようになり、次の結論に至りました。親なので家のそばに埋めよう、家の裏なら発覚しない。このように考えた秀太は自宅の裏庭に深さ約1メートルの穴を掘りました。そして赤く染まった布団や枕、タオル、ケットと一緒に両親のことを埋めてしまったのです。こうして26年間育ててくれた両親をとんでもない形で手にかけた秀太ですが、彼の頭の中は誰もがびっくり仰天する思考回路でいっぱいになってしまいます。信じられないことにパチンコがしたいと思い、母親の B 子さんのバッグから現金約7万円を奪い取ったというのです。そして奪った金をパチンコに使ってしまいました。その後、何もなかったかのようにイケシャーシャーと警備員のアルバイト業務をこなしています。そんな中、証拠の隠滅を図ろうと寝室の畳を剥がして裏庭で燃やしたのです。ただ A さんの姉が警察に届け出たことで、夫婦が行方不明だと発覚しました。そして秀太は事情聴取で自白したため逮捕されたのです。逮捕された当日はぐっすり眠っており、翌日の朝食もペロリと平らげたそうです。事件から約半年が経過した2008年5月26日、鹿児島地裁で初公判が開かれています。秀太は起訴事実を全面的に認めており、動機については、母親から借金や女性のことで注意を受けたためなどと述べたそうです。検察側は冒頭陳述で、母親から交際に反対され、不満と怒りの感情に支配された、父親が働かずにいたため父親の借金で自宅も差し押さえられて家に住めなくなると考え自暴自棄になった、被害者に落ち度はなく手口は残虐、母親の財布にあった金をパチンコに使っており、犯行後の行動も悪いと指摘し、無期懲役を求刑しました。その一方で弁護側は、母親の叱責や父親の借金で家が差し押さえられそうになるなどの家庭の状況があり、絶望感が募っていた、後悔しており、親戚も刑の軽減を望んでいると主張しています。その後の2008年6月6日に開かれた判決公判で、裁判長は検察側の求刑無期懲役に対し懲役30年を言い渡しました。しかし、そうは問屋が下ろしません。懲役30年を不服とした検察側が控訴したのです。さらに秀太もこの判決を不服としてちゃっかり控訴しています。控訴審初公判で秀太は、両親にはすまないという気持ちでいっぱいで、何と言っていいかわからないくらい反省していますなどと述べました。2008年11月20日に開かれた控訴審判決で、裁判長は、前科がなく年齢も若いことなどを考慮しても刑事責任は極めて重い、犯行が社会に与えた衝撃は大きい、量刑は重すぎるとは到底言えず、
軽すぎるとして懲役30年とした一審判決を破棄し、求刑通りの無期懲役が言い渡されました。その後、周太は上告せずに無期懲役が確定しています。自宅の裏庭に両親を埋めた本事件。犯人の周太は周囲から普通の人として見られていましたが、借金をしてまでギャンブルなどをやり続けて、しまいには両親を手にかけるという凶悪犯だったのです。被害者のご冥福をお祈りします。2023年、北海道である事件が起きました。一人の男が元交際相手の女性に執着した結果、とんでもない事件を起こします。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる藤山浩二は、北海道の釧路市で介護士をしていました。過去に藤山が勤務していた職場の元上司によると、言葉遣いは丁寧で、利用者には優しく、受けは良かったそうです。そうして表面上は評判が良かった藤山ですが、3つの勤務先で解雇を言い渡されていたのです。なぜ解雇されていたのかというと、全て同じ理由によるものでした。何でも藤山は職場の同僚に好意を抱き、ストーカー行為をしていたそうなのです。これが原因で3つの勤務先から解雇されていたというわけです。ちなみに藤山のストーカー行為については3回とも警察が介入しており、3度の警告を受けていました。つまり藤山は警告を受けても反省しないという危険な習性を持ち合わせていたのです。そんな中、事件が起きる1年半前の2021年11月、あるイベントに参加しています。それは婚活パーティーだったそうです。そこで本件の被害者となってしまう A 子さんと出会いました。彼女は藤山よりも2つほど年上だったらしく、小学校の教師をしていたといいます。そして学校では中心となる先生だったようで、たくさんの児童から好かれていました。仕事に真面目な A 子さんは勉強熱心で、将来を期待されていたのです。とはいえ、 A 子さんは藤山が過去にストーカー行為をして勤務先を3回解雇になり、警察から3度警告を受けているなんて全く知らなかったことでしょう。二人はやがて交際を開始してしまったのです。そしてある時、藤山は異常な行動をしています。というのも、夜中に突然 A 子さんの実家を訪問し、 A 子さんの父親に対して次のように話してきたというのです。交際させていただいてるものです。部屋がゴミ屋敷ですよ。これを聞いた A 子さんの父親は、異様な人だと思いながらも、知らせてくれてありがとうと返したといいます。その後、藤山と A 子さんは交際を続けていくわけですが、2022年の7月頃から藤山がとんでもない行動をしていました。なんと A 子さんのクレジットカードを無断で使い、スマホゲームに課金を始めたというのです。最初は夜にお金を下ろすのが面倒くさかったという理由で A 子さんのカードを勝手に使用したといいます。この事実に A 子さんが気づくのはまだ先の話になります。さらに藤山は2022年の10月頃に A 子さんの自宅の鍵の写真を撮っていました。一体なぜ藤山がそんな写真を撮影したのかというと、恐ろしい目的のためだったのです。驚くべきことに、撮影した写真の鍵番号をもとに業者に頼んで合鍵を入手するというものだったのです。藤山は11月頃までに勝手に合鍵を作成して手に入れていました。また夏頃から始まった A 子さんのクレジットカードを利用したスマホの課金額はとんでもない額になっていたのです。なんとこの頃には20万円を超えていたというのです。そんな中、ついにスマホゲームに課金していたことが A 子さんに発覚してしまいます。これに気づいた A 子さんは2022年の11月末から12月の初めにかけて話し合いをすることにしました。話し合いといっても、藤山と2人でするのではなく、藤山の母親も交えて3人で話し合いをしたようです。そこで藤山に対して月々2万7000円ずつ分割して合計25万3000円を弁済すると約束させました。当然の話ですが、2人の関係は破綻し別れることになったのです。
ただ、こんな状態になっても、英子さんは、藤山の母親に対して、あなたとは、友人でいたい、と言ってくれたようで、連絡を取り合っていました。しかし、藤山は、予想外の行動をしていたのです。なんと、2022年12月に、別の人物、B さんに対する、ストーカー行為をしたとして、警告を受けていたというのです。そうして根っからのストーカー気質だった藤山は2023年の3月頃から A 子さんに対して LINE や電話などを頻繁にするようになります。これに A 子さんは大変迷惑していたようで、藤山の母親に迷惑していると連絡していました。さらに知人に対してはストーカー行為が続いている、手にかけられたらどうしようと相談していたといいます。そして事件の1ヶ月前となる4月に入ると、藤山の様子がいつにも増しておかしくなっていきました。母親に対しては彼女のことが頭から離れない、家の前に車がないと不安になると話していたといいます。この発言に母親はもう忘れなさい、また逮捕されるよと注意したそうです。母親の発言から推測すると、藤山には逮捕歴があったのかもしれません。そんな中、A子さんはストーカー行為に恐怖を感じており、藤山との関係を完全に断ちたいと思いました。そのため、藤山の母親に完全に関係を断ちたいので、お母さんが返済してくれないかと連絡しています。これを聞いた母親が藤山に伝えると、なんで母さんが返すんだ、9万円は払えないと言って4万円だけ渡されたそうです。そうして身勝手にも怒り出した藤山ですが、2023年4月25日にまたも警察に警告されています。驚くべきことに、また別の人物 C さんに対してストーカー行為をしていたのです。この時警察からは次には逮捕すると言われています。その後 A 子さんがコンビニに同僚といた際に、藤山が突然現れて、今までお世話になりましたと告げてきました。しかしその直後、お前なんて一生嫁に行けないなどと罵声を浴びせてきたのです。この出来事を A 子さんは藤山の母親に連絡して伝えています。藤山は帰宅後、訪ねてもいないのに母親に対し、偶然 A 子さんにコンビニで会った、本当だなどと弁明してきたそうです。そして藤山の母親は残りの9万円を A 子さんに返済しています。その際に A 子さんから今後一切関わらないことなどを誓約させるという内容の念書と領収書を渡されました。それでも A 子さんは藤山の母親に対し、困ったことがあったら連絡してくれていいと優しく言ってくれたそうです。そして自分の身は自分で守らなきゃとつぶやいていたと言います。藤山の母親は A 子さんから託された念書を息子に渡しました。しかし念書を渡された藤山は逆上してきたというのです。そして何勝手なことをしているんだと叫びながら念書を破って暴れました。この時藤山の母親は実の息子ながらに恐怖を感じたといいます。その一方で藤山は頭がプツンと切れてしまい、他人に取られるくらいなら手にかけてしまおうと思い、殺してやると言って家を飛び出していきました。藤山の母親はすぐに A 子さんに電話し、家は危ないと伝えています。とはいえ本当に手にかけるとは思っていなかったため、殺してやると言っていたことは伝えていません。藤山の母親は電話の声が震えていたようで、 A 子さんから私の気持ちわかったでしょう、私も怖くて震えていると言われたと言います。そして犯行前日の5月2日の夜、藤山は仕事で使っていた包丁を見て、翌日に事件を起こそうと決意しました。事件当日となる2023年5月3日、この日、当時37歳の藤山は、A 子さんのアパートを3回下見しています。その合間に、犯行に使用する刃物2本をインテリアショップで購入しました。そして4回目の下見で、A 子さんの不在を確認したのです。藤山は、滑り止めや指紋の付着を防ぐ手袋を持ち、勝手に複製した合鍵で忍び込みました。これは午後6時頃だったようで、 A 子さんが帰宅するまで約3時間ほど寝室のクローゼットに隠れたのです。その後 A 子さんが帰宅し、クローゼットを開けようとした際に飛び出して襲いかかりました。そして藤山はあろうことか、 A 子さんの胸や首などに何の躊躇もなく刃物を振り下ろしたのです。
彼女は10カ所以上の攻撃を受けており、帰らぬ人になってしまいました。藤山は考えていた通りにできて達成感があったそうです。その後、彼女のスマホを持ち出して部屋から出て行き、近くの川に合鍵を捨てています。この合鍵は後に警察の捜査で供述通りの場所から見つかりました。藤山は帰宅後、持ち出した A 子さんのスマホで男性との連絡履歴がないかチェックしたといいます。そして自らあの世に行こうと考えて試みていますが、痛みに耐えかねて断念し、通報して自首したのです。とはいえ、取り調べで藤山はイケシャーシャーと A 子さんからも抵抗され怪我をしたなどと嘘の話をしています。さらに後悔していないなどとも発言したそうです。こうして豚箱行きとなった藤山の裁判が始まり、初公判で間違いありませんと起訴内容を全面的に認めました。法廷では A 子さんの父親の意見陳述を弁護人が代読しており、次のように話しています。この裁判が終わっても苦しい日々は続きます。重大な事件を起こしても後悔していないと取り調べで話す犯人は人の心を持っていません。絶対に社会に復帰させてはなりません。そして藤山の母親も事件に至るまでの経緯を証言するとともに、 A 子さんは頭も良くて優しい人、自分よりも他人を優先できる人、どんな判決を受けても息子は受け入れるべきです、息子からは手紙をもらったが自分のことばかりで反省がなく失望した、今後は関わりたくないと言い切りました。そんな中、藤山は裁判で次のようにとんでもない発言をしたのです。 A 子さんを手にかけた5月3日は語呂合わせでゴミの日になるので、 A 子さんにぴったりの日だと思った、やりきった感と達成感があった。検察側は犯行は計画的で極めて強固な意思に基づく、危険極まりないもので手にかけられる理由がなかった、一人娘を失った両親の悲しみ、憔悴感、喪失感は多大だとして懲役20年を求刑しています。その一方で弁護側は犯行を認めて反省し、自ら通報して自首も成立している、今後は心療内科のカウンセリングを受ける意欲があるなどとして情状酌量を求めました。藤山は懲役20年の求刑後、次のように発言しています。私が一人を手にかけた、あまりにも身勝手な行動で多くの人に迷惑をかけた、重い刑罰を私からもお願いします。未来を奪ったことを大変申し訳なく思っています。そして2023年12月15日の判決で裁判長は、犯行は計画性が高く危険かつ残忍だ、被告は復縁が叶わないという理由で犯行に至っているが、そもそも交際が解消されたのは被害者のクレジットカードを無断で使用したことが原因で、被害者に落ち度は全くなく、その苦しみや無念は筆舌に尽くしがたい、自首が成立するが真摯な反省からとは認めがたいなどとして、求刑を1年上回る懲役21年を言い渡したのです。ストーカー気質の男が起こした本事件、今のところ藤山が控訴したという情報はありませんが、今後の行方にも注目です。被害者のご冥福をお祈りします。2013年、宮城県である事件が起きました。本件は約7年後に解決することになったのですが、犯人は刑務所の中にいたのです。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる菅野雄太郎は、宮城県仙台市に住んでいました。小さい頃の菅野は、近隣の住民に対し、自分から挨拶をする優しい子供だったそうです。そして成人した彼は貴金属の訪問買取会社に勤務しています。この会社では飛び込みの営業をしていたようで、事件を起こす2年ほど前に後に被害者となる Y 子さん宅に訪れました。 Y 子さんは宮城県芸術協会の職員だったらしく、経理などを中心に各部門の事業などを担当していたそうです。彼女の仕事ぶりは迅速かつ的確で、配慮が行き届いており、周りの同僚から慕われていました。また近所の住民からは、人当たりのいいお嬢さんというイメージを持たれており、とても優しく美人だったそうです。そんな Y 子さんは宮城県仙台市の一軒家で一人暮らしをしていたのです。
そうして平穏に暮らしていた彼女のもとに菅野が飛び込みで営業にやってきました。そこで菅野は Y 子さんが一人暮らしであることや多数の貴金属を所有していることを知ります。ただ飛び込みの営業の際に何かしらの問題を起こすことなく、菅野はその場を立ち去りました。その後彼は貴金属の訪問買取会社を退職しニートになっています。ニートということですから当然収入はありません。しかし当時の菅野には同居している女性がいたようで紐になったのです。そうして女性に生活の面倒を見てもらって暮らしていた菅野ですが、そのうちにこの男はあらぬ行為をするようになります。なんと同居女性の財布からお金を抜くようになったというのです。そればかりか女性のキャッシュカードを勝手に使用して現金を下ろしていました。このようにどうしようもない紐男となった菅野ですが、女性の金を盗んでいたことが彼女に発覚してしまいます。そのため二人の仲は険悪なものとなりました。そして同居女性と顔を合わせないように夜になると車の中で過ごすようになったそうです。そんな中菅野の脳みそはとんでもないことを考え出します。なんと2年前に訪れた Y 子さんのことを思い出し、彼女が所有する貴金属を盗み出して監禁しようと画策したというのです。その後菅野は入念に下見を行っています。彼はあくまでも Y 子さんが不在時の時を狙って盗みに入ろうと思っていたのです。そのため Y 子さんが在宅している時間帯は盗みに入らないと決めていました。そして彼女の通勤手段や在宅している時間帯、買い物に行く時間や外泊の頻度などを把握していったのです。こうして約1ヶ月間にもわたり下見を行った菅野はついに事件を起こします。2013年10月6日この日菅野は Y 子さん宅に侵入する約8時間前から付近に潜伏しています。そして Y 子さんが不在だと確認しました。こうして彼女がいないと思った菅野は手袋を三重にはめ、中古の服に着替えてニット帽をかぶり、フェイスガードと伊達メガネをつけたのです。そのようにバッチリ変装を決めた菅野は浴室の窓から侵入しています。この際家の外に設置されていた防犯用のセンサーライトの向きをちゃっかり変えていました。さらに用意周到なことに勝手口の鍵を開けて逃走経路の確保をしています。その後菅野は部屋の中を物色していき、ブランド物の小物など20点から30点ほどを袋に入れて盗みました。続いて菅野は寝室に入ったのですが、ここで予想外の展開が巻き起こります。驚くべきことにそこにいるはずのない Y 子さんが在宅していたのです。この時 Y 子さんは起きていたらしく、菅野の姿を見てフリーズしたようになっていたといいます。そうこの日の彼女はいつもとは違った行動パターンをとっており、家の中にいたのです。まさかの状況に菅野はパニックに陥ったのですが、びっくり仰天する行動に出ました。なんと Y 子さんに馬乗りになり、あろうことか彼女の首を両手で圧迫し始めたというのです。この行動により当時43歳の Y 子さんは帰らぬ人になってしまいました。ただ菅野は彼女が亡くなったことには気づかず気絶したと思っていたそうです。ここから菅野はすぐに逃走することなく自宅の中の物色を続けています。そして現金約8000円の入った財布や時計、ネックレスなどの貴金属87点計52万8700円相当を奪い取ったのです。その後逃走した菅野は奪い取った貴金属を宮城県内や関西方面の複数の買取業者に全て売却しました。こうして多額の現金を手に入れた菅野は同居女性の借金返済に数十万円を充てています。そして残りのお金は信じられないことにキャバクラに通うためなどに使ったというのです。さらに驚くべきことに Y 子さんから奪った貴金属のうちシリアル番号のついた高級時計と鑑定書のついたダイヤのネックレスについては同居女性にプレゼントしています。その理由は売却すれば足がつくと思ったからでした。その一方で Y 子さんと
連絡が取れないことを不審に思った彼女の両親によって変わり果てた姿の Y 子さんが発見されています。警察は本件を事件と断定し捜査を開始しました。しかし延べ約17万人以上の捜査員を動員するもなかなか菅野のことを特定することはできなかったのです。こうして野放しになった菅野は立て続けに窃盗事件を起こします。2013年の年末年始には仙台市の男性宅から計約446万4千円相当の貴金属と現金30万円、2014年7月28日には仙台市の女性宅から計約735万円相当の貴金属を盗みました。とはいえこの犯行は足がついたようで、2015年11月に懲役3年6ヶ月の実刑判決を受けています。こうして服役をすることになったわけですが、2017年10月に仮釈放が認められたのです。外の世界に解き放たれた菅野は空調設備会社に就職しています。そしてこの翌年には同居していた女性と結婚し、子宝にも恵まれたのです。こうして何食わぬ顔で生活を送っていた菅野は、小さい頃から知る女性に小さな子供を連れて結婚しましたと挨拶にまで出向いています。その一方で菅野の脳みそは一つの不安を覚えていました。それは同居女性にプレゼントした Y 子さんから奪い取った貴金属の存在です。この貴金属については犯行の直接的な証拠になると思っており、自分の手元に置いておきたいと考えるようになります。そのため女性から返却してもらうことにしました。そうして犯行の直接的な証拠となる貴金属を返してもらった菅野ですが、彼は警察のことを舐め切った行動に移ります。というのも返してもらった貴金属を売りさばいたというのです。後にこの行動が菅野が犯人であるという決め手になります。その後もお世話になっていた同僚の自宅に入り、現金約20万円を盗んだり、宝石店に侵入して販売価格計3000万円相当の貴金属を盗みました。しかしこの犯行はバレてしまい、懲役5年の実刑判決を受けて宮城刑務所に服役することになったのです。そんな中 Y 子さんの事件を担当していた捜査員が菅野につながる状況証拠を次々と発見していきます。そして事件発生から7年4ヶ月後となる2021年2月、服役中だった菅野を逮捕しました。取り調べで菅野は本件を起こしたと認める供述をしています。その後の初公判で菅野は、女性と寝室で会って手にかけると決意ができるほどの思考状況下にはなかったが、自分のやった行為で命を奪ったことは間違いないので争う事実はないなどと述べ、起訴内容を認めました。検察側は何度も下見をした上、手袋やフェイスマスクをつけるなど犯行は計画的で周到、女性に見つかった後数分間にわたって女性の首を絞め、その後室内の物色を再開した強固な意思に基づく冷酷な犯行だ、動機も苦手極まりなく、被害者に何の落ち度もない、酌量すべき事情もないとして無期懲役を求刑しています。その一方で弁護側はパニックになり、とっさに体が動いてしまったのであり、命を奪った行為については計画性はないと述べました。法廷では Y 子さんのご遺族も出廷し、なぜ娘が手にかけられなければならなかったのか、娘の悔しい顔が頭を離れない、被告は自ら極刑を申し出て命は命で返してくださいと述べ、極刑を求めたのです。最終意見陳述で菅野は、私自身の心の弱さ、未熟さから人の命を奪うという取り返しのつかない結果を招いてしまった、命は返ってこないし、どうやっても償うことはできないが、生きている限り贖罪のあり方を必死に追求していきたいと思う、自分の責任は生涯消えることはなく、贖罪が終わることはない、一生後悔し一生償っていかなければならないと思うと述べ、被害者の父親の方を向き、本当にすみませんでしたと深く頭を下げたそうです。判決公判で裁判長は、手にかける強い意志があったことを認定した上で、働こうと思えば働けたのに、安易に盗みに入ることを企てた動機や経緯に同情の余地はなく、
他人の生命より自己の欲望を優先し手にかけるという意思決定は極めて強い非難に値する。法廷での態度を踏まえても被告の反省は全く十分ではなく、同種の事案と比べても酌量減刑をすべき事情はないと指摘し、無期懲役を言い渡しました。そして判決を言い渡した後に裁判長は次のように説諭したそうです。この法廷でのあなたの言動を見ると言葉だけが虚しく響いていました。事件と向き合えていないと思いました。これから長い長い時間をかけて逃げることなく事件と向き合ってください。あなたがしたことは取り返しのつかないことです。ご遺族の気持ちを片時も忘れないでください。文字通り一生をかけて罪と向き合ってください。それがあなたにできることです。その後菅野は控訴せずに無期懲役が確定しています。一人の男が起こした本事件。判決後 Y 子さんの父親は遺族が求めていた極刑は叶いませんでしたが、裁判所の判断を尊重したいとコメントを出しました。被害者のご冥福をお祈りします。1999年、東京都である事件が起きました。一人の男が、とんでもなく身勝手な動機により、引き起こすのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる深川博樹は、神奈川県で育ちます。深川の実家は、電気工事店を営んでいたそうです。そんな家庭で、成長していく深川は、高校を卒業後、製鉄所に就職しています。そこで3年ほど働いた後、退職し、家業である電気工事店を手伝うようになりました。そうして一見すると特に問題もなく暮らしているかのように思えた深川ですが、彼にはある欠点があったのです。何でも女性の前では見栄を張る習性を持ち合わせており、分不相応な支出を繰り返していたそうなのです。そうして女性と遊ぶためにお金を使いまくっていた深川は借金にまで手を出してしまいました。その借金はどんどん膨らんでいき、自分ではどうにもこうにもできなくなっていきます。ただそんな深川に父親が助け舟を出してくれました。なんと全額借金を清算してくれたというのです。こうして一時はどうにかなりそうだった深川ですが、父親が借金を返済してくれたおかげで元通りの生活を送ることができました。しかしこの男の脳みその中には反省という言葉はなかったようです。驚くべきことに生活態度を改めることはなく、交際相手を喜ばせるために出費を重ねていったというのです。さらにまたもや借金を繰り返していき、やがて返済できなくなってしまいました。こうして追い詰められた深川はとんでもなく無責任な行動に出ます。なんと事件を起こす2年前である1997年に東京へと逃げ出して行方をくらましてしまったのです。このように信じられない思考回路を持っていた深川ですが、生きるためには働かなくてはなりません。そこで彼は新聞販売店に就職しました。ここでは意外にも真面目に働いていたようです。ところがどっこい、この男が真面目に働いていたのはごくわずかな期間でした。というのも彼は韓国クラブのホステスに夢中になってしまったのです。そして彼女を喜ばせようとクラブに通うお金や贈り物の費用をどうにか用立てる必要がありました。このお金を捻出するために深川は会社や同僚、知人などから少しずつお金を借りていったのです。こうしてかき集めたお金を貢いでいくことで、やがて深川の思いが通じたようで、ホステスと同棲することができたのです。二人が同棲を開始したのが事件を起こす2ヶ月前のことだったといいます。とはいえ深川は憧れのホステスと同棲をするだけでは満足できない男だったのです。どうやら独占欲が強かった深川はホステスが他の男性を接客することに我慢できなくなってしまったというのです。そこで深川はホステスにクラブを辞めるよう頼んだといいます。ただホステスはクラブを辞める気などさらさらありません。そうして二人の思いが対立していく中、深川が諦めることはなく執拗に迫っていったのです。ホステスは深川の要求を諦めさせるため嘘をつくことにしました。
その嘘というのが、お店に200万円の借金があるので、やめられないというものだったのです。さらにホステスは、もうすぐ親戚との集まりがある。私が大阪へ出発するまでに200万円を作らなければ、絶対にやめないと、はっきり言い放ったといいます。このように、条件を言い渡された深川は、ホステスの嘘を真に受けてしまうのです。そして200万円という高額な資金を得るために職場の同僚や新聞店の顧客に手当たり次第当たりました。しかしいずれも断られてしまいます。とはいえ諦めない深川はさらに心当たりを考えました。そのうちに新聞店の顧客で東京都江戸川区に住んでいた A 子さんに借金を申し入れるしかないという思考に至ります。A 子さんは当時65歳で弱視というハンディキャップを乗り越えてスーパーマーケットで従業員として立派に勤め上げています。そして書道や俳句のサークルに属して老後の人生を楽しんでいました。また彼女は母親の B 子さん当時91歳と同居していたそうです。 B 子さんは高齢だったものの家事を行えるほどの健康状態で本件が起きる3日後には92歳の誕生日を迎えるはずでした。こうして親子で協力しながらつつましく生活していたのです。そんな親子のもとに深川という悪魔が近づいていきます。そして A 子さん宅に訪れたのですがその際は留守だったそうです。しかし諦めない深川は少し時間を空けて2人のもとを再度訪ねました。その際に A 子さんは在宅していたのですがなかなか借金の話を言い出せず帰ってしまいます。そうこうしている間にホステスが大阪に出向く1999年4月19日がやってきました。もう時間がないと焦った深川は次のように考えます。やはり A 子さんに私の父親が癌であるなどと作り話をして借金を申し込むしかない。このような嘘を思いついた深川は同日の午後4時過ぎに A 子さん宅に赴いたのです。その際 A 子さんは自宅におり B 子さんは眠っていたといいます。なんだかんだ理由をつけて A 子さん宅に入っていった深川は彼女と雑談をしていました。そして帰り際に靴を履いたのですが次のように切り出します。どうしても早急にお金が必要なんです。お金をお借りしたいのです。この申し出に A 子さんはそれまでの態度を表現させて次のように返してきました。こんな年寄りがお金持ってるわけないじゃない。あんたバカじゃない。新聞屋は借金している人が多い。あなたはもう二度とうちには来ないで。早く出て行って。彼女は顔を真っ赤にして怒り出したようで深川のことを手で追い払うような仕草をしたそうです。しかし深川は A 子さんの態度に憤慨しとっさに A 子さんを手にかけようととんでもない意志を持ってしまったのです。そして一度履いた靴を脱いで上がり込み A 子さんの首を両手で圧迫しました。これにより A 子さんが目を閉じてぐったりしたため深川は彼女が息絶えたものだと思ったそうです。その後気持ちを落ち着かせるために台所に行き一服しています。そして深川は B 子さんが眠っている部屋を覗いた後 A 子さんが横たわっている様子を見に行きました。すると彼女の足が動くなどしており生きていることに気づいたのです。そのためまたも彼女の首を圧迫し再び身動きしなくなりました。その後深川は洗面所に行って手を洗っていたのですがふと A 子さんの方向を見ると彼女が体を起こそうとしていることに気づきます。この光景を見た深川はさらに恐ろしい行動に出るのです。なんと服に入れてあった軍手を両手にはめて台所にあった刃物をつかみ A 子さんに手加減せず振り下ろしたのです。その直後深川は B 子さんの方を見ると彼女は上半身を起こして深川のことを見つめていました。 B 子さんに目撃されたと思った深川は信じられないことに彼女のことも手にかけようと決意します。そして B 子さんにも刃物を振りかざしました。これにより B 子さんもその場に倒れてしまいます。その後深川は現金を奪い取ろうとタンスなどを物色しました。ですが物色中に A 子さんと B 子さんがまだ生存しているということに気づきます。そこで深川は確実に A 子さんと B 子さんを手にかけて現金を奪おうと思ったのです。
そしてこたつのそばに置いてあった裁ちバサミを手に取りました。さらに裁ちバサミと先ほど使用した刃物を使い、 A 子さんおよび B 子さんを手にかけたのです。こうして何の罪もないつつましく暮らしていた親子の命を奪ってしまいました。そして深川はさらにタンスなどを物色していますが、結局現金を見つけることはできなかったといいます。そのため逃走することにしたのですが、犯行が早く発覚することを恐れて雨戸やガラス戸などを閉めました。また自分が吸ったタバコの吸い殻を拾っています。そして宅内から玄関の鍵を盗んで施錠したのです。犯行現場から逃走した後も深川はホステスと約束した200万円を手に入れようと画策しています。そこで彼はある人物を頼ることにしました。その人物というのが自分の販売担当区域に住んでいた C 子さんという女性です。驚くべきことに深川と C 子さんはそういう関係だったそうなのです。つまり深川は独占欲が強く、ホステスに対してはクラブを辞めるように執拗に迫っていたのにもかかわらず、自身は外で他の女性とそういう関係になっていたというわけです。そして深川はイケシャーシャーと父親が癌で入院し、一日でも長生きさせてやりたいので手術を受けさせたいが、それには200万円かかるなどと C 子さんに嘘の話をしています。彼女は深川の話を信じてしまい、なんと現金で200万円を用立てました。こうして難なく現金を手に入れた深川は、その翌日にホステスが出かけていた大阪にまで出向き、ホステスに現金を渡しています。その一方で、事件から4日後の4月23日、 A 子さんと B 子さんは訪ねてきた親戚により発見されました。その後深川は逃走資金とホステスに渡すための金を得るために3回にわたり C 子さんから219万円を騙し取り続けています。つまり深川は C 子さんから合計で419万円を騙し取っていたのです。それだけではなく、彼は新聞販売店の同僚から11回にわたり合計538万円を騙し取っていました。そして警察の捜査で深川の関与が浮上したため、任意で事情聴取を行っています。ただこの時は自分の犯行を隠して全く口に出さず、直後に失踪しました。そしてホステスや家族から捜査の状況を伺いながらも、東京都内のホテルなどを転々として逃走生活を送ったのです。ただ事件から約1ヶ月後、警察が深川を発見し再度事情聴取したところ、犯行を自供し豚箱行きとなりました。裁判では被害者のご遺族が意見陳述しており、次のように訴えています。実家というところは非常にいいところだったのに全滅しました。極刑を望みます。そうでなければ二人が浮かばれません。霊柩車が2台連なって入ってきたのを見て本当に悲しかったです。よくこんなことができるのかなと思って、犬畜生にも劣る悪魔ですよ。やられたようにしてやり返したいです。一日も早く極刑を望みます。判決公判で裁判長は、犯行の背景には借金を繰り返してきた深刻な金銭感覚の麻痺とホステスへの異常な執着心がある、ホステスの関心を買い独占するために生命さえもないがしろにする発想は自己中心的で、身勝手極まりなく、犯行は必要で残虐、被告に有利な事情を考慮しても極刑で望むほかないとして極刑を言い渡しました。しかしこの判決を不服とした深川はちゃっかり控訴しています。控訴審で深川は次のように語りました。決して命をもってしても償いきれる罪ではありません。生きてはいけないと判断された以上、生きていることに毎日がはばかられる思いです。でも命をもって償うことだけが償いではないと思っています。どうすれば償えるか、今それを一生懸命模索しています。償いきれるものではないからこそ、簡単なものではないと思います。このように訴える深川ですが、控訴は棄却されました。そして上告するも自ら取り下げたため、2003年1月29日極刑が確定したのです。刑が確定してから約4年10ヶ月後となる2007年12月7日、42歳の時に刑が執行されています。
法務省はそれまで執行の事実と人数だけを公表してきましたが、このタイミングで初めて氏名と執行場所などを明らかにしました。あまりにも身勝手な動機により引き起こされた本事件、極刑判決を受けた者は刑の執行まで平均約7年9ヶ月かかるため、深川の場合は比較的早めに執行されています。被害者のご冥福をお祈りします。1992年、広島県である事件が起きました。本件は無期懲役判決を受けた男が仮釈放中に起こした事件とあって、世間を震撼させたのです。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる西山正造は、1953年1月13日、山口県で出生します。西山には姉が4人いたらしく、待望の長男だったそうです。そのため、両親からは甘やかされて育ちました。そんな中、炭鉱夫をしていた父親が病気にかかってしまい、生活が苦しくなってしまいます。これにより、中学を卒業した西山は、高校への進学を断念せざるを得ませんでした。その後、山口県立の職業訓練所で大工の技術を学んでいます。そうして大工の技術を身につけた西山は工務店で見習いとして働き始めました。しかし親方の妻と喧嘩をしてしまい、5ヶ月ほどで退職しています。その後別の会社で働いていたのですが、西山が10代後半の時に問題を起こして解雇されてしまいました。それからはまた別の会社で働いていましたが、西山はあるものにドハマりしてしまいます。それはボートレースなどのギャンブルでした。そしてある時、西山はギャンブルで大当たりを経験します。何一つ努力もせずに大金を手に入れた西山は調子に乗り出しました。なんと知人から借金を繰り返してまでギャンブルに熱中するようになったというのです。とはいえ大当たりが何度も続くはずがなく、借金は膨らんでいきました。やがて知人から借金の返済を迫られるようになったのです。この時の西山に借金を返すあてはありません。そこで彼は予想外の思考に行き着きます。何でもギャンブルで大穴を当てて全額返済しようと思ったそうなのです。そこで西山はまた別の知人からお金を借りました。そして借りたお金でギャンブルに挑むも、ほぼ使い果たしてしまったのです。このようにギャンブルの沼にはまった西山はとんでもないことを思いつきます。驚くべきことに、顔見知りの知人女性を脅して現金を奪い、口封じのために手にかけようと画策したというのです。事件当日となる1973年10月25日、この日西山はターゲットとなる知人女性の家に向かう前に、手土産として果物の梨を購入しています。これは知人女性の警戒をそらすためでした。そして女性宅を訪問した西山は、刃物を彼女の胸のあたりに突きつけて金を出すように脅迫したのです。この脅しに知人女性は現金5万3000円を差し出しました。ただ西山はお金を奪うだけでなく、犯行の隠蔽をするために彼女のことを手にかけると決意していたのです。そして容赦なく女性の首や背中に複数回刃物を振り下ろしたのです。その後西山は逃亡したのですが、この時点では女性にまだ息がありました。そして知人女性は次の言葉を言い残したのです。犯人は2年前に自分が住んでいた町で近所の顔見知りの西山だ。しかしその後女性は帰らぬ人になってしまいました。被害者の言葉を頼りに警察は西山のことを全国に指名手配しています。ただすぐに緊急配備をしなかったこともあり、西山はまんまと県外に逃亡したのです。その後全国各地を転々として逃亡生活を送っていた西山ですが、そんな生活は2ヶ月ほどで終わりを迎えます。どうやら両親から自首するように説得されたらしく、西山は自ら警察に出頭したそうなのです。こうして逮捕された西山はその後の裁判で無期懲役が確定します。
そして刑務所での服役生活が始まりました。ただ当時の無期懲役は現在と基準が違い、約 89% が在所期間18年以内で仮釈放されています。西山は服役態度が真面目であり、家族との面会の際にも社会に出たら真摯に贖罪の道を歩むという意思を示していました。そして西山の姉の夫が身元引受人になったことから、1989年に仮釈放が許されてしまったのです。そうして刑務所で約14年9ヶ月間服役したモンスターが世の中に解き放たれてしまいました。出所後の西山は真面目に仕事をこなしています。そして交際していた女性と結婚することになりました。このように更生の道を歩み出したと思われた西山ですが、そんな日々は終わりを迎えます。なぜならまたもやギャンブルにはまってしまったからです。そのハマり用は相当なもので、再び借金をしてまでパチンコ漬けの日々を送るようになります。当然ですが妻や母親がギャンブルをやめるように注意をしてきました。ただそれで西山がギャンブルをやめることはなく、苦しい生活が続いたのです。そのうちに借金は数百万円にまで膨らんでしまいました。この借金のうち約100万円を母親に甘えて返済してもらっています。とはいえやることはしっかりやっていたようで、長所が誕生しました。こうして子宝に恵まれて父親となった西山ですが、生活を改めることはありません。そんな中、西山は服役していた頃に仲良くなった刑務所仲間を介して一人の男と知り合います。その男は当時40歳の黒山明という人間であり、窃盗や詐欺を繰り返して9年余りを刑務所で過ごしていたそうです。西山と黒山は意気投合したらしく、行動を共にするようになります。二人は同じ職場で働くなどしていましたが、問題を起こして仕事を辞めてしまいました。そして二人は再起を図ろうとある事業を始めたのです。その事業というのがお茶の訪問販売でした。とはいえこの事業がうまくいくことはありません。西山と黒山は団地などで住居を一軒一軒訪問していきますが、一向に売れることはないのです。やがて二人は訪問販売を始めたことを後悔するようになります。そんな中、西山の借金はどんどん膨らんでいき、600万円ほどになってしまいました。どうにもこうにも首が回らなくなった二人は、何かいい金策がないかと相談しています。その中で黒山が盗みでもするかと提案してきました。しかしこの時の西山は仮釈放中の身だったため、万が一犯行が発覚すれば仮釈放が取り消されてしまい、長期の服役になると考えたのです。そして西山は逆にとんでもない提案を持ちかけます。驚くべきことに、金を持ってそうな年寄りを狙って強盗しようと提案したというのです。さらに身寄りのないターゲットなら手にかけて遺体をどこかに隠せば犯行も発覚しないだろうと発言しています。これはどうせやるなら中途半端に窃盗をするのではなく、でかいことをやりたいと思ったからでした。この提案にそれまで詐欺や窃盗の犯罪をしていた黒山は消極的だったそうです。しかし西山に説得され、実行する決意を固めたのです。二人がターゲットに決めたのは当時87歳のワイコさんという女性です。ワイコさんは二人が訪問販売した際に約2000円分のお茶を買ってくれており、一人で暮らしていました。犯行を決意した二人はビニール紐や軍手などを購入して事件当日を迎えます。1992年3月28日この日、西山と黒山はカップラーメンに注ぐお湯をもらう口実でワイコさん宅を訪れました。この申し出にワイコさんは心よく二人を自宅の中に招き入れてしまいます。そして西山はワイコさんの所持金を調べるため、試しに借金を申し込みました。するとワイコさんは13万円をすぐに貸してくれたそうです。そのため西山たちはワイコさんが多額の現金を持っていると考えて、計画をやりきる決意を固めます。二人はワイコさんにいい温泉があるなどと嘘をつき、ドライブに連れ出しました。
そして人気のない場所を探して車を走らせたのです。ただなかなかいい場所が見つからず、時間だけが流れていきます。最終的に3人がたどり着いたのは広島県福山市の林道でした。そこでワイコさんを油断させた上で車から降ろしています。そして西山はその辺にあった大きな石を拾い、あろうことかワイコさんの背後から彼女の後頭部めがけて振り下ろしたのです。こうして気絶したワイコさんの首にビニール紐を巻きつけて、西山と黒山がそれぞれ引っ張りました。この犯行により何の罪もないワイコさんは帰らぬ人になってしまったのです。そして西山と黒山は冷たくなったワイコさんの体を崖下めがけて投げ捨てました。その後ワイコさんのカバンから現金3000円や通帳などを奪い取っています。ただ黒山は自責の念に駆られたようで、自分一人で罪をかぶって自首するなどと言い出しました。これに焦った西山は、もしも黒山が自首すれば自分のことを隠し通せるはずもなく、自分の一生は破滅すると思い、黒山のことを説得しています。そうしてなんとか黒山の自首を思いとどまらせることに成功しました。その後西山はワイコさんの代理人を装って彼女の口座から合計で315,791円を騙し取ったのです。その一方で事件から約1週間が経った4月6日、ワイコさんの不在を不審に思った民生委員が警察に相談しています。そしてワイコさんの口座から現金が引き出されていたことが判明しました。警察が捜査を進めた結果、ワイコさんの預金が郵便局より払い戻された際、西山から運転免許証の提示を受けていたことが発覚します。さらに払い戻し金受領書から西山の指紋が検出されました。これが決め手となり、西山が逮捕されたのです。当初西山はイケシャーシャーと通帳はワイコさんからもらったなどと嘘をついています。しかし警察の厳しい取り調べに言い逃れができなくなり、黒山と共謀していたことも含めて自供したのです。こうして共犯者の黒山も逮捕されました。その後の裁判で裁判長は、犯行は計画的かつ悪質だが、被告人は反省しており更生の可能性があるなどと述べて、西山と黒山に無期懲役を言い渡しました。しかしこの判決を不服とした二人はダブルでちゃっかり控訴しています。ただ控訴審で判決が覆ることはなく、第二審でも無期懲役となりました。諦めない二人は上告をしています。そこで黒山に関しては上告が棄却され、無期懲役が確定しました。しかし西山に関しては違う結果になったのです。というのも最高裁が西山の量刑不当を認めて控訴審の無期懲役判決を破棄し、高裁への差し戻しを下しました。そのため西山は差し戻し控訴審が開かれることになります。そこで裁判長は、前回の犯行と顕著なる異次性がある、無期懲役刑の仮釈放中に再び犯行に及んでおり、非常に悪質な犯行と指摘し、逆転死刑判決を言い渡したのです。この判決に対し弁護側が上告するも棄却され、西山の極刑が確定しました。無期懲役判決を受けた男が仮釈放中に再び事件を起こした本事件。2024年現在71歳の西山は、広島拘置所にある監視カメラ付きの部屋に収容されているそうです。そこで西山は、監視されているのはプライバシー権の侵害にあたるなどとし、国を相手取って2112万円の損害賠償を求めています。被害者のご冥福をお祈りします。